大地震。オランダの地震予測研究家フランク・フッカービーツ、彼は太陽系にある惑星や月の位置関係から独自の計算方法を用いて地震の発生を予測します。彼はこれまでに2016年4月の熊本地震や2015年5月の小笠原諸島西方沖地震のような日本で発生した地震や2023年2月のトルコシリア大地震、そして2015年9月のチリ沖地震など世界各地で発生する大地震や巨大地震も的中させています。そんな彼が新たに公開したのが5月14日までの地震活動の分析。その中ではマグニチュード7レベルの大地震が発生する可能性があると警告しているんです。どうも皆さん、チャオモカです。今回はオランダの地震予測研究家フランク・フッカービーツさんの最新の地震予測について見ていきます。令和6年能登半島地震が発生してから4ヶ月が経過していますが、4月30日時点で4600人の方が今も避難所での生活を余儀なくされているそうです。そして豊後水道でも大小を含めて地震が今も続いていますよね。4月17日に発生した豊後水道でのマグニチュード 6.6 の地震によって巨大地震が促進されたわけではないと言われていますけど、それでも南海トラフ地震の想定震源域内で発生したことで南海トラフ地震を意識したという人も少なくなかったと思います。ただでさえ今年は不穏なニュースが多い中で、こういった地震活動が増加しているというのも不安になってしまう要素ではありますよね。ということで今回はそんな地震に関する内容でフランク・フッカービーツさんの最新の地震予測について紹介していきます。今回公開された予測の中では5月14日までの地震活動までが含まれています。まずは前回の彼の地震予測の結果を見ていきましょう。以前の彼の地震予測の中では4月27日付近と5月1日付近が危険だと指摘していました。4月26日から5月5日までの期間で発生したマグニチュード 5.6 以上の地震を分析すると、この期間では2つのクラスターが起きていることがわかります。1つ目のクラスターは4月27日頃、前回の予測では25日の木星と天王星との月の号により地震が増加し、27日前後に強い揺れが見られる可能性があると指摘していました。実際に27日には小笠原諸島でマグニチュード 6.9、 ジャワ島でマグニチュード 6.1、 その前日26日には台湾でマグニチュード 5.7、 中央インド洋海嶺でマグニチュード 6.0 の地震が発生しました。そして2回目のクラスターは5月2日頃、フォックス諸島でマグニチュード 5.6、 サウスサンドウィッチ諸島でマグニチュード 5.6、 前日1日にはニューブリテン島でマグニチュード 5.6、 翌日3日にはフィリピンでマグニチュード 5.7 の地震が発生しています。このクラスターは水星と金星との反直角幾何学が関与しており、前回の予測でも解説していた反直角幾何学が形成された後にマグニチュード 5.6 以上の地震が集中しました。彼によるとあまり言及されてはいませんが、揺れが大きい地震は群発して発生する傾向があるそうです。この結果を見るとこの期間で発生したマグニチュード 5.6 以上の地震は前回の予測で彼が指摘していた2つのタイミングと完全に一致していることがわかるんです。大地震や巨大地震のような1つの大きい地震が発生したっていうわけではないですけど、各地の地震活動が増加しているタイミングを完全に予測したと言えるような結果ですよね。そしてここからが5月14日までの地震予測。劇的な幾何学はないそうですが、地震に関与するとされている水星と金星が関わる惑星の号があるそうです。以前の動画でも触れましたが、水星と金星が関与する惑星の号は地震発生の引き金となる号だとフッカービーツさんは分析しています。詳しくは以前の動画をチェックしてみてください。5月7日に水星、金星、天王星の号、8日は新月で月が3つの号、地球、月、太陽、地球、月、天王星、地球、月、木星の号を形成します。7日から8日にかけて月の号が3つ、惑星の号が1つの合計4つの号が集中しており、新月とこれらの組み合わせによってより強力な地震活動が生じる可能性があると予測しています。その期間は5月8日から10日がより重要になると指摘しています。この期間にはより強い揺れ、もしくはより大きな地震、あるいは強い揺れを伴う地震のクラスターが見られる可能性が高いとしています。また11日には水星、金星、木星の号が形成され、天王星との号ほど重要ではありません。
ませんが、何らかの地震反応が見られる可能性があるそうです。さらに13日には地球、太陽、天王星の号が見られ、この惑星配置により最悪の場合、マグニチュード7レベルの大地震が発生する可能性があると警告しているんです。実は過去の大地震や巨大地震を見てみると、発生時に天王星や海王星が関与していたら、被害が大きくなるという傾向があるんです。もちろん全ての巨大地震で言えることではありませんけど、天王星や海王星が関与していることによって被害が大きくなっているものが多いという話です。例えば1995年1月17日に発生した阪神淡路大震災、この際の巨大地震は天王星に太陽が重なった直後に発生しました。これは今回の予測でも指摘されている地球、太陽、天王星の号と同様のものだと考えられます。また1946年12月21日に発生した昭和南海地震では、地震が発生する12日前に月が天王星と重なっており、この形状は滅多に見られないもので、地震に注意すべきサインだとも言われているんです。この他にも1944年の昭和東南海地震、1945年の三河地震、1993年の北海道南西沖地震、2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震などでも何らかの惑星配置に天王星が関与していたんです。今挙げた地震の中には天王星だけではなく海王星も関与しているものも含まれています。そしてちなみに1923年の関東大震災の際には海王星が関与していました。このように過去の大地震や巨大地震を見てみると、天王星が何らかの形で関与していることがわかるので、今回の予測でフッカービーツさんが指摘している8日の地球、月、天王星の号、そして13日の地球、太陽、天王星の号は地震のサインとして注意すべきものなのかもしれませんね。おそらく13日に見られる天王星が関与する号による地震については、次回公開される予測の中でもう少し詳しく解説してもらえるとは思いますけど、8日から10日の間は8日に指摘されている地球、月、天王星の号があるので、まずはこの8日から10日の間は地震への注意が必要になってくるかもしれませんね。ぜひ皆さんの感想をコメント欄のほど教えていただければなと思います。ということで今回で良かった方はぜひ高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それまた次の動画でお会いしましょう。